ましょう。自己紹介しちゃっても大丈夫ですかね。はーい。私、言っちゃっても大丈夫そう？はい。お絵かき令嬢 VTuber の藤ヶ崎カトリーヌと申します。よろしくお願いします。あ、すごい緊張してる。レタスがいっぱいいる。レタスは何なんですかね、これ。あ、レタス嫌いなの？タコヤさん、レタス嫌だ。やばい、聞こえてるかな。もしもし、なんかこのインストランで聞こえてないって方が、なんかオフにしちゃってた。あら、よかったよかった。はぁ、あ、ちょっとお茶を飲む。オンにしたから聞こえてるかな。うん、聞こえてるって声が出てる。あ、よかった、ありがとうございます。今までのはちょっとなかったことになるので後では、そう、カット機能が、カット機能があるから、そんでなかったことになる。一旦机を上げる。あの、スタンディングデスクだから落ち着かないから。レタスは好きじゃない。ノーノーレタス。 I don't like レタス。 I like 寿司。そう、あれ、わかんない、なんか意味があるのかも。わかんない、レタス、なんだろう、レタスって流行ってる。うん、ブロッコリーだ、ブロッコリーはいいね。ナスはそんなに。やばい、30分も経ってたの。そんな、大丈夫大丈夫大丈夫。まあ後でなかったことになるから。あ、プリンは嬉しい。よし。じゃあ今回のボカディオなんですけど、はい、ね、まず役職カードってのがあってね、最初これから全てが始まった。じゃん、このぽよヶ崎財閥だっけ。そうです、大正解。そう、それの、歌い手がカトリーヌ・ペポヨ、ボカロ P ペポヨ、絵師カトリーヌ、動画師カトリーヌ、ミックス師ペポヨというボカデュオだけど、ちょっと少なめのチームな感じになっています。なんかいろんな方ちょっと拝見したんですけれど、うん、結構なんか4人とか5人が多くてびっくりしちゃって。ね、そんないるんだ。
まあ、身内だったらいいけど知らない人とやるってなるときついかもしれない。そうね、そ実は僕も結構誘いは来てたけどやっぱ緊張しちゃうからちょっと断らせてもらって申し訳ないけど、そう僕友達とかじゃないとやっぱ緊張してうまくコラボできなくなっちゃう。やりとりとかがねすごい緊張しちゃうのね。そう、しかも一緒に作品をなるともうそこでもう粗相があったり、僕がなんかやらかした、例えばなんか人間関係でやらかしたらもう全て終わるわけ。それはそう。そう、そうね、一時の感情に任せて作品がぐちゃぐちゃになるなんてことはあってはならないし、その責任を一人じゃなくてチームだったらその中の一人がなんかやんなきゃいけないし、みんなが困るからそれでやんない方がいいと判断した。これでね、なんか一緒にやってくれるってことは、じゃあ仲良しって思っていいってことですか？そりゃそう、そんな数年前から遊んでるのに。めちゃくちゃもう6年、10年か、そんな経ってんかな、わかんない。イベントでどんぐらいやったかな、わからないや。まあ、少なくとも5年以上。5年以上はね、多分マブダチですよ。そう、僕、カトリーヌちゃんのね、絵のもう大ファンで、本当にもう将来自分の作品に動画つけてくれなんて、もう本当にもうこんな嬉しいことはない。私もね、その塚田さんのさ、なんていうのかな、前からね、めちゃくちゃ世界観大好きでさ、うお、なんかね、好きなジャンルとかも結構被ってて、そうそう、これ、書いてくれるの助かっちゃうなってなってるんですよ。いや、ありがたい。いや、お互いありがたいね。この曲ができた経歴というか結構前で、そう最初なんか依頼の曲であれだよね。でなんかさっきいろいろデータを見てみたんだけど、完成したのが2022年の2月ぐらいらしい。だいぶ昔。そう、去年の4月とか、去年じゃなくて一昨年か、まあ、めっちゃ古いってわけではない。まあ、時期を調べると、あのイミゴの卵らへんかな。あー、そんなんですか。そう、それぐらいが分かりやすい。そう、イミゴの卵を使い、あの作りながらこれを作ってた覚えがある。いやー、ありがたいよね、本当にありがたいですよ、これ。うん、あ、すごい、チャットハイライト履歴とか見れるんだ。チャット回数10回、チャット回数50回。もうこんなのが画面に映ったらびっくりしちゃうね。よかった、間違えなくて。そう、ちょっとさっき忙しくてあんま見れてなかったんだけど今見れてます。あ、スパチャが来た。ポヨナインさん、ありがとうございます。目標320円。あのあれだよ、コンビニであのでかいジュースが買える、うん、素晴らしい素晴らしい。これ既読を押すといいのかな、 LINE みたい。グッドマークとか見たよって押すとね。さっきカトリーヌちゃんの音声少し小さい。 OK、 音声を上げます。で、どうかな、腹から声出そうかな。やばい、これで今ちょっと上げれた。そう、ちょっと配信で不具合があったら教えてくれるとありがたい。今ね、猫かぶってるからね、すごい緊張してるんですよ。うん。お、新曲の2人の声が良かったって。嬉しいね。ね、ありがたい。ちょっと英語のコメントなかなか難しいけど、オペポヨ、アイラブユーだって。これはわかる。あなた流れってやってた。お、センキュー、センキュー。よし、
とまあカードはこんな感じでして、うんうん、したらどうしようかな。曲の話をしますか。あ、しましょう。どうしよう。最初なんかね、あの結構な数いろいろあって、こう昔のあれとか、どうしよう。最初は歌詞から見せようかな。そしたらにしましょうか。よいしょ。秋鮭の鮭の歌詞です。もうこれがもうめっちゃ最初の歌詞。で確か歌詞から先にそうカトリーヌちゃんが考えてくれて。これさ、もしかしてさ、これ私の歌詞そのまんまだったりします？え、そうだよ。え、まずいかな。歌詞、いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、この後僕のあの、考えた途中の歌詞も映るから、お互い様。お互い様だ。そう、一番上のね、ここが、あれだ。ここは一番残ってる。まだもう終わり。いや、これね、残ってるのすごい嬉しい。そう、ちゃんと残ってあった。目も全部残してるから消さないで。うんうん。猫、犬とか猫いるな。これ、なんですかね。僕、曲作るとき、二人だとあの動物にするときがあって、あ、はいはいはい。そう、だからワンちゃん、猫ちゃんとかウサギさんとかにして、キャワじゃん。そう、それでパート分けを考えています。そう、だからこの犬パート、猫パートっていうのがそれでわかる。いやでもね、すごいわかりやすかった。その歌詞を送ってもらった時にそのなんか犬、猫って書いてあって、あ、私このパート歌えばいいのかって思って。そう、僕も文字より記号のがわかりやすいかなって思って。待って、いいこと考えた。曲を変えよう。聞こえるかな。曲が変わりました。変わったはず。で、こっち、まだわかんないかな。ラグがあるな。まあね、ただね、通常遅延になってるからね、私の方も。変わった。うん、そう、この曲は僕はカトリーヌちゃんに昔作った曲です。配信の曲。いや、本当にね、私がいつもその作業配信とかするときとか、その配信の最初と最後のときに、その私の配信でずっと流れてます、この曲。そうそう、気になる人はぜひチャンネルに行ってもらって、いろんな配信があって楽しいので、ぜひ見ていてください。宣伝した。宣伝されちゃった。そんで、ここが最初のパート。犬と猫面白い。まあ若干今のと近い感じ。もう内緒内緒の、ここはね、ずっと同じよね。うん、もう絶対絶対的な意思を感じる、この部分に。だってね、もうこういうの大好きですから、私。いや、素晴らしいね。たったらたったらって何？たったらって何？もう、これ本当に意味わかんない。なんでこれ？この部分難しくて、そんで歌詞ちょっと変えちゃったんだよ。いや、全然変えてもらって大丈夫だよ。たったらって何？今思うとさ、たったらってなんだろうってずっとなっちゃうけど。踊ってるんだよ。踊っちゃった。そう、私ちょっとなんか難しいかなって思ったから、だから君と僕とせーのでっていう歌詞に変更した。いや、でもね、助かる。そう、なかなか改めてね、そのペポヨさんのあのいい感じにしてくれた歌詞の方を見ると、たったらって本当にいらないなって思って。たったらなくしてくれてありがとうございます、本当に。うん、こ
これ結構こう弾いたり振ったりみたいな。これ結構いいなって言ったけど、これも曲の都合上省いちゃったんだよね。もうどんだけ殺してるんだって感じやけど。だってそういうのが好きなんだもん。やりすぎ、やばい。まあ代わりにね、その背景のゴミ袋でね、なんとかなんとか表現を頑張りました。お、あ、そう、これタイトルに内緒の友達って書いて、これは秘密の友達って読むはず。そうだっけ、多分そうだった気がする。そうだった気がする。そうだった気がする。でもどっちもいいや。どっちでも、どっちでも大丈夫ね。サブスクありますか。だっていいね、サブスクを、サブスクをやっちゃうか。やってみましょうか。カラオケとかも配信しちゃおうか。ねえ、みんな歌いたいから。映像ってさ、どうやったらなるんですかね、あれって。あれね、本人映像は難しいんだよ。難しいんだ。なんかできないことはないけど、採点が消えちゃうから、ものによっては採点が消えちゃうのは厳しいから。僕も昔期間限定でちょっと2曲配信してたんだけど、あのプラマイゼロでしたっけ。そうで、あれ採点がない形式だから、ちょっと一旦消して後でちゃんと採点があるやつにやったりした。サブスクのね、曲あった方がいいよね。うん、私も聴きたいからサブスクで。もうそしたらジャケットもお願いしようかな。あ、やります、やります。あ、スパチャありがとうございます。もう穂高さん800円もらった、ありがとう。800円は800円で何する？お菓子が何個買えるかな。あ、そういえば穂高さん、さっきあのなんだっけ、ギフトももらったんだ、ギフティの方で。いや、ありがとうございます。ありがたい。うおーってなった。そう、ギフティの方と、あとこれももらった。なんかレモンのアニメーションがある、面白い。一仕事したから食べに行かないと。で、そうだ、 C パートが終わって、で、これで終わりになる。まあ、だいたいイメージはこんな感じって感じだな。うん。で、うん、これを僕が変えたやつもある。よいしょ。これが僕がやったやつ。そのさっきのをなんていうか、編集というか添削というか。ペポヨボシがね、聞いてるの本当に助かる。ちょっと恥ずかしいな、途中だから。あ、途中の歌詞こんなんでしたね。確かに、そうだったわ。そう、これたったらたったらが消えてしまった。いいんですよ、消えていいよ、消えていいよ、あれは。今ちょっと面白いよ、これなんか動物ターンバトルみたいになってる。こうなるって分かった。面白すぎる。やばい、内緒の胴タワめっちゃつらいでる。いるかな、他に。なんか歌詞のパート動物である人。わかんない。なんか色分けだったらなんかいつもしてもらってる、なんか歌ってみたグループで出す時とか。なるほど、謎のマークをつけちゃう。ここら辺は間に本編と一緒ぐらい。うん、メモだこれ。今またこれが一番もう恥ずかしいとこではありますが、こんな感じ。メモが一番こっぱずかしい。あ、このね、看護犬には夢がいっぱいっていうのは後から上に出てきた。そう、ここら辺なんかね、歌詞考えるときに下にこうメモだーみたいな、こういうのを用意しといて、そこの下にメモする感じで
へえ。でもメモだ、面白すぎる。角こんな感じで、なんか上の空いてるとこに語呂がいいのがあったらこれをコピーして上にペターって貼るのをやってる。なるほどね。うん、いや歌詞ってそうやってやってるんだ。まああくまでも自分の場合だから他の人は分かんないけど、歌詞作ったことないからやっつく、いや歌詞かなあれって私の普通にポエムになっちゃってたけど、うん、いやでも歌詞なんてみんなポエムみたいなもんだからな。か、じゃあほんなら大丈夫か。うん、であれなんで面白いのがあって、そう、うん、こうカトリールちゃんが最初にこんなイメージでって打ち込んだあの曲がある。出していい？いいよ、いいよ、出していいよ。出します。と、これだ。ちょっと後でね、ちょっと弁明をさせてくださいね。あ、これで終わり。違うんですっていう。でんて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 ん。かわいすぎる。とんでもないものを公開してしまった。あのですね、あの皆様聞いてください。あのですね、あのですね、これね、あのですね、あのなんか音っていうか音楽わかんなくって、あの大学の授業でもね、あの S からね C 判定あるんですけれど、あの音楽作る授業だけ C 判定なんです私。だからもう任せるしかないなと思って。作る授業って難しいな。曲ってなんか勉強と同じでなんとかなるもんじゃないだろ、素人が。難しくない？課題レベルにいきなり何も知らない人が作るって厳しいね。難しかった。本当あれだけなんですよ、成績悪いの。マジか。そう、だから私も作曲のセンスないんだなと思って、任せるかって思って。まあでもなんか正直言うと結構メロディーとしてはいい感じになってる。あ、そうなんだ。そう、安心。で、今のを僕がちょっと加工した動画もあります。ちょっとこれも載せる。あ、声はね、見えてますね、これね。うん、あ、そうか、最初こんなんだったな。そうで、だったね。ね、これエンコードが高負荷ですだって。なんだそれ。コメントのあれが閉じちゃった。大丈夫？起動し直したがよくわかんないや。配信に接続、一瞬コメントあげて、動画流したから重かったのか。そんな OBS そんなヤバじゃない気がするけれど、まあ、iPad の動画でかいからね、厳しいな。まあ、では、あ、接続をし直したり。直った。お、よかったよかった。うん、で、イントロのボツもあって、うん、
これになります。出た出た。あ、でもこれも好き。これも結構良かった。いや、これもいいな。全シオンのピコピコって感じで。うん。そう。なんかエレクトーンっていうんですかね、これって分かんないけど。なんて言うんだろう。なんかベーって感じの分かんない楽器。ちょっとギター入ってる感じの、うん、はあ、コメントはほとんど英語で読めない、申し訳ないけど、もうなんかラブって書いてある、もうなんか ありがとう、ハートはハートはわかる、ハートいっぱい、でラフのやつがこれ。こっちが正しいメロディー、うん、というか採用されたメロディー。いやー、このねピアノがねめちゃくちゃいいんですわ。そう、この頃ねピアノにハマってたというか、もう同時期に作ったのがイミゴの卵なのもあるんだけど。あ、そうよね。うん。でちょっとイミゴの卵って結構なんかあのピアノっぽい感じで。ちょっとこう、変わったピアノというか変なピアノが面白いなって思ってて、うんうん、で、そのピアノになんかこうエフェクトをかけたりするといいなって感じで。はい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 。んで、こういうのにハマってた。で、今どこにしてた？で、イントロで、そう、で、だんだん完成してくる。次はこれ。動いてるの面白い。これがなんていうのかな、コードかな。コードって何ですか。なんか、あ、通知がうるさい。コードは僕もよくわかんない。よくわかんない。うん。なんか。なんか線がいっぱいあるのをコードっていうんだって。あ、なんか緑色のバーをなんかいい感じにずらしてって曲を作るみたいな感じですかね。うん。まあ、僕も専門的なことは分かんなくてなんとも言えないけどでもさ、なんか専門的なことわかんないからこそさ生まれる曲調じゃないですか、ペコヤさんのやつって。まあそうかも。なんかもうなんか曲を理解してしまったらこれも生まれないんじゃないかってなってしまう。うん。学ばないでほしい、ちょっと。うん。そのまま行ってほしい。うん、そうしようかな。もう通知、今の通知はあの薬の時間ですよって通知だった。あ、またレタスが来た。ノーレタス。ノーレタス。ノーレタス。やばい。ソーリー、イングリッシュ、難しい。ディファレント。とてもディファレント。とてもディファレント。難しい。インターネット、最高。これは日本語だった。
もういい、もう壊れたラジオのように同じことを言ってる人がいるな。壊れてるんでそっとしといてあげよう。わかりました、そっときましょう。キャントリー、やばい、読めないな、申し訳ない、難しいな、ちょっとコメント英語がわからない全部は読めない、まあほどほどに読もう。知ったら動画のやだ、これ再生してないね。はい、だいぶできてきた。今なんか流してたりします？流してる、多分時間差で来るかな。だいぶね、翻訳、音楽がすごいな。今コメント見て翻訳と混ざっちゃった。翻訳してるアプリがあったらいいなって。そう、これでだんだんあのなんだっけ、そう、レイヤーじゃない、トラックかな。もう絵がメインだからレイヤーとかいっちゃう。トラックが増えていった。そう、あとこの時まだあのロジックプロが存在してなくて、 iPad に。はいはいはい、この時はまだガレージバンドでやっています。え、今ガレージバンドやってないの？もう卒業した。あ、卒業したの。うん、いや、なんかガレージバンドとそのマジックプロって結構違うやつある？うん、なんか機能がいっぱいで難しい。なるほどね。いろんなね、機能あるとね、なんか、まあ、いわゆるクリスタみたいなもんですよね。そのあ、クリスタもなんかいっぱいあるけど、9割理解できてないみたいな。なんていうかな、メディバンとクリスタみたいな。あ、わかりやすい。で、クリスタも月額だから。はいはいはい、うん。あ、コメントが本当に何言ってるかわからない。困った。本当に翻訳が、ね、あったらいいけど、ないのかな。ありそうな気もするけど、まだないのかも。なんか Chrome のなんかしらであったとは思う。まあでも今やったらミスがありそう。やめた方がいい。これで全部かな。動画は。これ多分これ全部だ。愛してるよカティリン。これカトリーヌのことじゃない？そうね。Thank you。私の名前はね、翻訳するとキャサリンになっちゃうんですよ。え、そうなの？そう。あ、英語で読むとね、キャサリンになるらしくて。キャサリン。カトリーヌ、キャサリン。偽名使うときはキャサリンってやろうかな。それありだな。それで僕の動画は全部を見せました。はい、ありがとうございます。うん、なんかさ、なんかこうやってなんかトラックとか見せてもらうと、まあなんか私だと絵に例えちゃうんですけれど、ちょっとめちゃくちゃ使ってますね。うん、なんか曲作るときこんなになんか楽器とかいっぱい合わせるの知らなくて、うん、すごいなってなった。おお、こら、同じこと、ダメ。ちょっとあんまりにも同じコメントが多いとみんなびっくりしちゃうから、お願いします。やんないように。
そう、別にその怒ってるわけではない。まあ、ちょっと控えめにね。そう。ちゃんと見えてますから、大丈夫、見てるよ。じゃあ次、あの私の絵のラフとかあれとかやりますかね。うん。よし、じゃあ出していいかな、最初の。まあ、これ一番もうもう見た。もうね、見ちゃったけど、まあまあまあ。まあこれが、ね、キャラデザ初期やんだより。今よりちょっと頭身が高い。さっきね、だいぶ高い。さっきとっさに。そう、ちょっととっさにあのカバー代わりになっちゃったわけだけど。まあでもね、なんか皆さんもね、なんかあ、すごい可愛いって言ってくださったから、噛んでた、言ってくださったからすごい嬉しかったね。可愛いね。次の見せてもいいか。はい、大丈夫です。うん、ラフイメージだ。なんか知らないんですけれど、なぜか柚木ゆかりさん描いてて、なんでだろう。キャラクターがボカロの予定で、この絵もめっちゃいいんだよね。なんでゆかりさんの、うまいよねやっぱり。これ多分結構前、何年前の絵だろうこれ。これも2年前、2022年に完成したから2021年ぐらいかな。あ、じゃあ3年前か。うん、3年前。そう、昔の絵だ。絵うまいな。あれ、なんとかガサキキャサイ。何が先だ。それは翻訳で読めない。いや、懐かしいな。よいしょ、まだたくさんある。よいしょ、次のも見せてよろしいか。はい、大丈夫です。そう、これもつらい。そう、なんかあんまりにも直接的な表現者と、なんか考察っていうんですかね、なんかあんまりにも直接だとこれなんじゃないって感じでなっちゃうから。そうね、あんま、そう、詰めすぎるとね、もうメンヘラーメンみたいになるからな。そう、メンヘラーメンね、すごいとても直接的な表現がたくさんあって、あれはやりすぎ。この個性があってめちゃくちゃ私は好きです。うん、やった。こうちょくちょくおよくんのアイコンの人も来てくれているね。およくん人気よね。およくん人気なんだよね。まあもっとね、出したさある、いろいろと、うん、なんか絵とかなんか漫画やらでも。うん、およくん懐かしいな。元は TRPG のキャラっていう身内ネタなの。メンヘラーメンも身内ネタなんだよな。え、そんな身内ネタでしたっけあれ。そうそう、なんか汚い、あの、なんか、まあ、言っていいか分かんないけど、オリジナルメニューがあって。あ、あれか。そうそうそう、あれ、あれか。あれか。ちょっとなんか見覚えあるな、この歌詞と思ったら。それであの、そう、TRPG のストックとして汚い料理っていうのをたくさん考えて、あの、おり料理、そう、おり料がさ、あったんで、頭に。いや、なんか私がその TRPG のキーパーやったことで生まれたおよくんがここまで羽ばたいてると嬉しいな。ね、いや、昔やったな。うん、またやりたいな。ね、いや、面白かった。小屋さんのね、プレイングめちゃくちゃ狂ってて好きですよ、私。うわ、びっくり。
あ、思ったけど、タイトルにペポラジオを載せるのを忘れた。後から変えられるか。変えられる。あ、じゃあ後から変えよ。変えよ、後から変えよ。よし、オッケー。じゃあこの次を見せるか。はい。もう、およくんでコメントが湧き上がってる。およくんが人気。およくん大人気だ。これ、キャプカット見せてもらったの。はい、そうそうそう、なんかラフの絵コンテっていうんですかね。なんか私ね、あんまりベッドから出らんない人だから、もうずっと iPad でキャップカットっていうねアプリ使って、うん、なんかここのところはこの絵がパッて出て、でなんか赤い文字とかでここは暗転して、ここは切り替わって、ここはノイズが走ってみたいな、ずっとやってました、ね、これ。そう、昔あのなんかね、なんか紙とかに書いてたってやってたんですけれど、なくしちゃったあれだからね。うん、まあ今デジタルの時代、デジタルの時代ですよ。僕はなんか下書きの時とかはあのキュートカットっていうのやってるな。知らないやつだ。そう、これキュートカットかと思ったらキャップカットだった。キャップカットのパチモンかし、ポケモンかもしれない。どっちが先なのか分からない。キャップがたまにたまに使うぐらい、なんかちょっとした外にお出かけ動画とか。ああ、だいたいそんな感じかな、使うときは。うんうんうん、ちょっと後で教えて、そのキュートカット。もういいよ。やった。そしたら次見せますか。はい。うん、これはねメインの、え、超かわいい。そう、あのサビの時にね、なんかパーって出てくる感じの絵なんですけれど、そうそうそう、これめっちゃすごいなって思って。なんかね、最初ライブ 2D でやろうと思ったんですけど、うん、なんかちょっと技量が間に合わなくて、うんうん、モデリングしてる時間ないな。ライブ 2D で動画できるんだ。そうですね、なんかなんだっけな、岐阜で多分なんか連番 PNG かなんかで書き出せばなんかできるみたいな書いてあったけど、うん、いや時間ないなと思って。難しそうだね。難しい。まあできる表現があったら変えなくても良さそう。なんか次、なんかもしね、なんかボカディをもう一回やる時が来たら、次ライブ 2D でやろうかなと思ってます。あ、それはいいかもしれない。ライブ 2D か、難しそうだな。モデリングはあるけど、あの動画は盲点だった。なんかね、意外といるんですよ、なんかライブ 2D やってること。アフターエフェクトと見分けがつかないな、作ってる人。アフターエフェクトだったね、ちょっと専門的なやつなんですけれど、難しいのはアフターエフェクトやってるけど、そうやるツールみたいなやつ。他にはもう一個あったけど間に合わなかったっていう大泣き。でもめっちゃいい、アニメ頑張ってる。いや楽しみですね。うん。でサビのちょっとこだわりなんですけれど、そのなんだろう、気軽にねちょっと二次創作がしやすいように、まあちょっと目指してまして、なんかペポさんのさ、あの曲って結構なんか二次創作とかがめちゃくちゃ流行ってるから。確かに。じゃあそうそう、なんか楽楽安楽死とかも、その他のやつとかもね。あれは全部手抜きなんだ、時間がなくて。そう、なんかね、どっかのラジオでちょっと拝見したんですけれど、そう、あれ手抜きなのって思って、嘘でしょ。あのボカコレの時もなんか楽楽安楽死が一番時間なくて、ああもうこの曲終わったなみたいな感じで最後に作った。、うん、なんかね、私のお友達もね、その楽楽安楽死であのミーのアニメーション作ってて、え、うん、ここまで来たのってびっくりしちゃった。うん、
なんかね、あ、でもそう、楽々安楽死はもう本家より二次創作の方がクオリティ高いから絵がめっちゃ動く、まあまあまあ、そう、でも今後は映像に手抜きしないから頑張ってるけど難しくなった。難しいね。うん、なんかさ、リズムが乗りやすいからこそ流行ったって感じはしますよね。うん、そうそうそう、なんでだ、まあよくわかんないけどね、なんかすごい再生されてるよ。なんか1000万再生だって言われて、そう、あと12万にもなってた、言われてさ気づいた。そう、なんか昨日さ、なんか打ち合わせだったかしてた時に、うん、一昨日か、うん、なんかペパーさん12万人行ってるよって、えって言ってて、ペパーさんが本人気づいてないのって思って、そう、びっくりした。改めてね、じゃあここでちょっとおめでとうございますとね言っておきましょうか、うん、ありがとう、やった、12万人だって、やばい、人多すぎ思ったけど、外国人が多いのはさ、あれじゃない、時差があるからじゃない、向こうのさ、お昼の人がいるんじゃない。あー、あるかもね、思った。だって日曜日の夜ってもう仕事とかある人は寝てるはず。でも22時寝る人います、ちょっと早いかな分からない。僕は学生時代でも寝なかった、ゲームや絵を描いたりしてて。学生の時はね、好きなことやっちゃっていいんですよ。いや、結構遊びまくってたいいのいいの、学生のうち遊びましょう。うん、で、この次の、うん、どうぞ。そう、これが設定資料、かわいい、これいいね。あとで、あると二次創作しやすいかなと思って。あとでなんかツイッターとかでも載せたら良さそう。あ、じゃあ載せときますこれ。うん。このデザインがこのシンプルかつうまくまとまってるっていうね、すごいね。なんかね、ペポエさんとね、その私のなんだろう、服装の差別化がすごい難しかった、ちょっと。ああ、確かに、このいいね、左のスコップのあれも。そう、なんかね、持たせたいじゃないですか、やるんだったらね、でっかい、あの曲だったら、ね、ハートスコップって可愛い。そう、可愛い、うん。ちょっと水のアホ毛がでかすぎる。いや、アホ毛はでかい方がいい。アホ毛はね、でかけりゃいいんですよ、うん、そう、うん、あ、多動が出て足をバタバタしてたいっぱいバタバタしな。そう、だからスタンディングデスクは便利なんだよ。立ってね、作業はできるから、うん、足を動かしながら配信もできる。で、あと僕のね、資料もある、うん、じゃん、かわいい、めちゃくちゃかわいくできたね、ほんとにかわいい、手で大きいのがいいな、この包丁かわいいね、素晴らしいよね、頑張った。うん。なんか包丁さ、なんか資料ちゃんと見ないとさ、なんか全然形が違うことがあってさ、あ、それはそう、思い込みで書いちゃうんですよね、いつも。うん。難しいよね。あ、お手って大きいのはね、性癖です。いいね。コメントにラブエクスペエクスレーメント、
これ挨拶物の海外名だ。まだ投稿してないんだよ。投稿してないのに二次創作を勝手にしてるっていう。同時にやってるから、アーカイブどうしよう。最初のとこだけ消したいな。そうそうそう、なんか最初ねちょっとドタバタしちゃったので最初の方だけちょっと消して、あとは全部残します。大丈夫です。そう、ちょっとまああれだ、最初だけ消すかもしれない。うん、あ、メンダコみたい。確かに確かに可愛いね。よいしょ、これで資料は全部かな。終わりです。うん、まあ後の後でまたそうツイートが出てくると思うので楽しみにしてください。お楽しみに。楽しみにしてくださいって丸投げしちゃったけど、うん、そしたら次はだいたい話したらどうしよう。コメントを見ると言っても英語でほとんどわかんない。わからない、英語わからない。みんな日本語でしさ、日本語で喋ってくれないか、読めないから。今のところ今あるコメントでメンダコしか見えない。ジトメ好き。ジトメとメンダコかわいい、ありがたい。タチエがかわいいね。いいよね。だあ、嬉しい。だあ、いや、ありがたい。結構まだ100人ぐらい来てくれてる。最初ちょっと減ったんだよパニックになってるうちにしゃあなし。まあでも焦った。まあまあこういうこともあるってことで。そう、生配信はねトラブルがあってなんぼですからね。うん、多分ここの放送だとあれかな、もう2回目とかそんぐらいかな。そうね、あの誕生日のやつが 6ヶ月ぐらい前ですかね、ペペワさんのやつだと。うん、手がでかいの自分も好きだってだ、嬉しい。うん、いいね。めんだこ、うん、言われてみればめんだこだなと思った。ね、あんま意識してなかった。なんだろう、めんだことイカっぽい。イカスプラトゥーンになっちゃう。イカではないか。タコと言ったらイカになっちゃう。なるほどね。イカちゃんタコちゃんってことね。そう。タコ。あ、申し訳ない。そう、トラブルが多くてさ。まあまあ、やばい、また同じコメントする人はいるけど追い出し方は分かりません。皆さん我慢してください、タイムアウトっていうあれがありまして。なんだそりゃ。うん、多分ポエさんの方でしかできないと思うけど。そうなんだ、ちょっとやってみる。待って、まだいる。ちょっとまだいて、嵐の人まだいてください。まだいて。やってみたいから。面白すぎる。お、こいつでいいや。タイムアウトにする。30分でいいや。3時間とかできるから、まあ30分くらいでいいかな。で、知ってる人をモデレーターにできたり。あ、このレタスも嫌だな。でも善意でやってる可能性もあるから何とも言えない。レタスを食べてくださいと。そう、レタスは健康いいですよ。これがうんことがあったら確実に嵐なんだけどレタスあったらまだうんって感じがする。
ね、まだ行ってくださいって言ったらさ、いなくなっちゃった。困ったよ。あら、まあ、てかこんな感じに見てたの、僕今まで別のアカウントで YouTube 見てたから全然気づかなかった、こんな機能がある。この人モデレーターにしたい。あ、なに、チャットメッセージ。ポルトガル語で一言話せますか？確かブラジル語とかポルトガル語だったらオラだったかな。来た、こいつはヨシノコのことかかってきやがったな。タイムアウトだ。わあはは、ごめんね。そう、別になんかこうめちゃくちゃ悪いってわけじゃないから、いや悪いのかな、どうなんだろう、ちょっとあんまりまだわからない、まあ、試しにこの人もバンしてみるか。あー、コメントが多くなっちゃった。見えないよ。待って、知ってる人、もしかしてモデレーターにするよ。バンされたいんですか？バンされたいのかな。で今もしかバン希望で、今あのモデレーターのさ人やったからさ、モデレーターの人をさ、あの野菜をバンして遊んでいいよ。できるはず、できるはずかな、わかんない。まあ、モデレーターだったら何かしらアクションを起こせると思います。うん、難しいな。レタスって海外で流行ってたりします？しないよね。うん。地球に緑がない、そんなことはないよ。そんなことはない、いっぱいあるよ。緑がなかったら滅びている。そう、ペポン星もあれだよ、ちゃんとある。あ、このレタスは、あ、ほら見て、みんながさ、ほら非表示にした、やばい、やれやれ、みんなレタス、もうレタスやろう、タイムアウト。じゃあ待って、あのゲーム始まった。よし、誰が一番あのタイムアウトにできるか勝負だ。 あんま長いとかわいそうだから、さ30分にしてあげて。そう、よし。あ、ブロッコリーはダメ、ブロッコリーはダメ、ブロッコリーは美味しいからダメ。スパチャとかレタスください。なんかレタスのあれなんかわかんない、海外の人だからそれかもしれない。ちょっとネームで調べてみよう。うん、ブロッコリーはダメ。そう、なぜレタスというかブロッコリーはいい。ダメだ、わからない。私はスラングがわからない。うん、あ、眠くなってきちゃった、眠くなってきちゃった。そろそろ開きします。大丈夫？うん、だいたい話したかな。そうね、まあだいたいは話したね。うん、お、いちごとかプリンをやってる人がいる。これいいね、いちごプリンは好き。そう、レタスはなんか好きな人は好きかもしれないけど、僕がちょっと苦手だから申し訳ない。好きな人いたら、まあ、虫と同じ、虫だったらまだんてか、まあ虫のが多分人が減るよね。あ、なんか結構ポルトガル、おい、誰か8万秒タイムアウトやったやつがいたら、そこまでしなくても。レタス打ちが始まっちゃった。あ、ブロッコリーはダメ、ブロッコリーは美味しいから。
負けた。今僕がやろうと思って負けた。え、キャベツなの？そんな余計嫌だよ。キャベツのが嫌い。どっちやら結局わからないけど、まあでも眠いし終わろうかな。うん、いやちょっと今回はいろいろミスっちゃって申し訳ない。まあまあ、まあ、大丈夫です。うん、まあ、ちょっと不具合があって、まあ、多分アーカイブは残すと思うけど、まあちょっとあれだ、最初切り取れるのかな。多分切れてる。切り取れる。大丈夫大丈夫。うん。よし、じゃあ作品の説明もできたし、まあ、急にレタスがたくさん来るってのあったけど、みんなこういうのがあったらモデレーターにするから、あの誰が一番早いかゲームをしよう、こういうのが来たら。ブロッコリーとかは打っちゃいけない。寿司も打っちゃいけない。美味しいものはダメ。まあ、こういうと僕がちょっと野菜をまずいものみたいに言ってるのがなんかイメージを悪くしちゃうとあれだけど、まあ好きな人もいるけど嫌いな人は嫌いって感じで、まあそういうわけなのでよろしくお願いします。それぞれですからね、うん、嫌いも、うん、結構時間経ったね。そしたらお開きにね、ちょっと待って、はい、これはヘポン製のこうホタルのあの光みたいなこの曲ね。そう、みんな大好きかわかんない、僕は好きだけど、おしまいって曲がね、まあ一般的なホタルの光みたいなもんで、うん、そう、もうおしまい。え、じゃなんかみんなおしまいだおしまいだって言ってるから、何で絶望してるんだろうって思ったね。どうしたのみんなって思っちゃった。おしまいっていう楽曲なのこれ。そう。おしまいだ。おしまいだ。やばいって。そう。モデレーターはまた気が向いたら追加すると思うので、なんか悪いコメントっていうと失礼だな。ちょっとなんか見えにくくなっちゃうコメントがあったら、その都度コメント打ちゲームをしていいっていうことにします。コラボで楽しかったね。うん、楽しかった。 ありがとう。いや、こちらこそね、なんか本当に私のね、あの性癖の塊みたいなね、あの歌詞というかポエムからね、こんなにいいのが生まれるとは思わなかった。うん、いや、素晴らしい。ありがたいな、こんないい作品ができて。うん、まあ、またこの曲はサブスクの方とかカラオケもできるようにいろいろ手続きをやっておきますので、皆さんぜひね、歌ったりしてみてください。まあ、なんかもしねカラオケで歌ったよって方はね、なんか報告してくださるとめちゃくちゃ嬉しいです。そうだね、ペポン通信とかなんか、概要欄のチャンネル逆ガンギョー、あ、YouTube が逆だったね。オーマイガー、やばい、逆だったね。申し訳ない、乗っ取っちゃった、私乗っ取っちゃった。やばい、よかったね、12万人もらっちゃった。間違えちゃった、失礼しました。うん、じゃあそろそろね、もういよいよ終わりの時が来る。そう、38分ぐらいに終わります。あと2分で終わります。みんな言っておきたいことは今のうちに。なん
か、まあ質問とかありましたらね、ちょっとコメント欄にポチポチ打っていただければ、今だったら答えられます。そう、ちょびっとだけね。そしたら40分にしようか、終了。あ、そうね、ラグがキリがいいから。質問コーナー全部答えられるとは言ってない。ちょっとお茶を飲む。あ、どうぞ。じゃあコメント見ときますね。よいしょ、いろいろ検索など。うん、100分間ボール持ってペポヨ、いいですね。だって、お、ありがとう。あ、ブロッコリーだよ、打っちゃダメだよ。ポヨロイドちゃん、惜しい、ポヨロイドです。え、間違えるいや、なぁ、ポロポヨロイド、ポロヨイドかい。まあまあまあ、よくあるよくある。あ、ティーチくんの曲、あれ僕も参加したやつだ。うん、 あれ聞きましたよ、うん、やっためっちゃよかった。やった、セカネクスト多分参加しない。なぜならコンプラ的にまずいんじゃないって思うし。でもプロセカ向けに作ったんだったらいけるんじゃないですかね。いやー、でも難しい。あんまり今作る気がない、気がないというか、別の曲が溜まっちゃってて、でその曲もみんな過激だから厳しい。あ、40分ぐらいに終わります。質問いいんですか。ボカロ P になった理由はそんなものはありません。ついになりたくてなってないし、そう、だって絵だって描きたくて描いてるから、曲も作りたくて作ってるから理由はない。フロイドの髪の毛、まあちゃんと風呂に入ってトリートメントをすればサラサラだけど、あれだよ、あのちゃんと風呂に入らないとギトギトするよ。それはそうよ、入れるときにね、入った方がいい。入れなかったら入らなくていい。お、途中から来た人。もう2人は間ね、最初依頼の曲だったんだけど、そっからいろいろ固まっていって今に至るって感じ。そんな感じです。まあ、詳しくはまたアーカイブを見てくれると。いや、面白かった。ね。いや、まだこんな時間でも123人ぐらいいる。ありがたい。カラオケ、今んとこジョイサウンドばっかりだ。ダム全然連絡来ないというか、なんかみんながリクエスト送ったら、来るかもしれないって感じ。あ、ダムってそういう制度なんですか。うん、でも一部あるからな、よく上がんない。なんか飴玉と楽々安楽死あった気がする。あ、そうなんだ。うん、最近は出ないよ、なめくじ。ダム行かないから分かんなかった。うん、もう見て、野菜打ちしたらだいぶコメントが静かになった。シューティングゲームだね。でも多分みんなのがうまい。じゃあ40分になった。じゃあそろそろおしまいの画面に行っちゃうので、僕たちが話せるのはここまでです。みんな、はい、ありがとう。ありがとうございました。それではお疲れ様。バイバーイ。お疲れ様でした。バイバーイ。